ラジオネーム通りすがりのじいじさんからのリクエスト、プリンセスプリンセスで M お送りしました。通りすがりのじいじさん、ありがとうございます。ありがとうございま す。では続いて、ね、はい、ラジオネームテリオスさんからいただきました、はい、ありがとうございます。おはこんばんちは、お疲れーションです。お疲れーションです。カラスなぜ泣くの、カラスの勝手でしょうとか、小学校の頃に先生が学校からの帰り道に声をかけてくる変なおじさんに気をつけてくださいを聞いていた小学校の頃の僕のイメージする声をかけてくる変なおじさんは志村けんさんの変なおじさんのイメージばかりしていました。わかる、わかるよね。あのほくろ毛がちょっと出てるね、あのイメージですよね、本当にね。で、リクエストはミカさんを師匠としている S 上セレクション。そうですね、師匠、まあ師匠で、師匠同士勝手に同士と書いて友と読むみたいな強敵と書いて友と読むみたいな、勝手にね、勝手に思っています。ガサツね。あ、そうそうそう、あのなんだろう、師匠とかいうレベルじゃないんですよ、うん、今同士って言ったけど、同士でもまあもうなんていうの、神格化されてるの、私の中では。そういうガサツ的な意味では遠いところにあ、それでいいんですねみたいな、許あ、私は許されるんですねみたいな、そういうなんだろう、あの導かれてそういう存在です、ミカさんは。はいはい、というわけで S 上セレクトで、はいはい、ごめんね、ユーロビートじゃないけどいいですか。女性ボーカルと思ってね、うん、はい、じゃあちょっと世代な曲をお聴きください。ゴーバンズでスペシャルボーイフレンド、はい。